ジェニスの自動巻き時計、クロノマスター T、N プリメロです。世界的有名な自動巻きクロノグラフコレクション。シリーズに共通して、伝統的な技術である L プリメロのムーブメントを採用し、パターン違いのデザインなど、幅広い種類で展開する人気シリーズです。本品は、L プリメロ410搭載のトリプルカレンダー、ムーンフェーズの複雑機構が装備されたコンプリケーションモデルです。特に海外マーケットでは高値で取引されているブレス仕様のものです。文字盤は精悍なブラック。アップライトローマンと剣先の鋭いドルフィンハンドの組み合わせ。サブダイヤルは30分積算系、12時間積算系、永久秒針の3カウンター。上部に月、曜日、下部にムーンフェーズ、デート表示が配された複雑時計の技術の粋を極めた端正な風貌デザインです。SS ケースはステップのついた重厚なラウンドフォルム。裏蓋はシースルーバッグです。バンドは専用のステンレスブレスレットを装着しています。クラシックなデザインで幅広いシーンで装着できる完成度の高いゼニスの一品です。コンディション。ダイヤル、文字盤。特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックスは軽く劣化しています。ケース、裏蓋。シレ、小傷が認められます。裏蓋はシースルー。刻印は鮮明です。凹みなどもありません。風貌。特に目につく大きなダメージはありません。装着しての日常視認性も十分に確保されています。ブレス。クラスプにゼニスマークが確認できます。シレ、小傷が認められますが、すぐに装着可能です。操作方法。リューズでゼンマイを巻き上げます。一段引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。二段引いて回すと、デートがチェンジ。31日を過ぎると月が切り替わります。クロノはウェプッシャーでスタート。ストップ。下プッシャーでリセットします。ムーンフェーズは9時横のポッチを押すと徐々に変わります。曜日は8時横のポッチを押すとチェンジします。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅20ミリ。ケース径は約40ミリ、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約46ミリ、厚さ約13ミリ、風防含む、腕回り最大 18.5 センチ前後です。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。